通称は、岐阜バス。岐阜乗り合い自動車は1943年に、岐阜地区、中濃地区の戦時統合で以下の12業者を統合して誕生している。岐阜市は2002年12月20日にオムニバスタウンに指定された。2004年10月1日に、名古屋鉄道自動車事業部から、岐阜地区の路線を譲渡され、また、2005年4月1日までに、 岐阜市交通事業部から全路線を譲り受けた。さらに2005年4月1日に廃止された、名鉄伊比線、岐阜市内線、美濃町線、田上線の代替バス、2008年6月1日からは、岐阜市、コミュニティバスを運行していた。岐阜放送ラジオの午前のワイド番組で長らく、岐阜バス歌のドライブのコーナーのスポンサーを務めており、このコーナーのエンディングで、 ギフバス観光温度が効ける。2017年4月1日、分社化していた、ギフバス観光とギフバスコミュニティが再び、ギフバスと合併し、ギフバス観光は、観光部門、ギフバスコミュニティは、各見ヶ原営業所となった。高速8万線高速名古屋関美濃線高速名古屋関美濃線高速鉱山線、高速8万線運賃はかつて運行されていた。 一般道経由の八万線と同水準である。また運行には国と岐阜県の補助を受けており、そのことが車内放送でも流れている。高速白川号線、高速新宿線、高速高岡、ひ見線は2014年4月1日より、下越のオーバス単独運行となり、岐阜市内への乗り入れは廃止されている。ただし、高速かか神ヶ原、高速みのに停車することから、 岐阜バス高速バス予約センターでの乗車予約は可能である。高速関、長島線は2019年春以降の運行を終了。同時に、三重交通と共同運行も終了。春休みゴールデンウィーク夏休みの土、日祝日と年末年始のみ運行していた。堺町一町三名鉄岐阜長島温泉、行き先表示の番号制は、JR 岐阜駅か。 名鉄岐阜駅を経由もしくは発着点とする路線が対象となる。路線を JR 岐阜駅、名鉄岐阜駅を中心にして8つの幹線に分類し、幹線をアルファベットで示す。2桁の数字のうち10の位は、各幹線から枝分かれする停留所の番号を示す。最後の1の位は、支線の行き先を示す。岐阜駅、名鉄岐阜駅行きの場合は、 各幹線のアルファベットのみで表示される。N、長良、K、金華、C、中節王、大縄場、G、鏡島、が渡る W、西加能 e 東可能 B バ b 梅林岐阜市、岐南町路線車体に、小田信長のイラストが貼られた市内ループ線バス Q、市営市内循環線が、系統変更を行った路線。岐阜バスにも、市内循環線があったが、 こちらに統合された。元須市、水星市、北方町、大野町方面関市、美濃市、山形市方面、各見原市方面、犬山市方面、郡上市方面全路線8万営業所が運行していた。詳細は当該校を参照。その他、岐阜聖徳学園大学、岐阜女子大学などからもスクールバスの運行を受託している。 柳バス車両、ノ姫バスまた、岐阜市、コミュニティバスの路線のうち、可能巡りバス、ながら、ウカバス、373バスを運行していたが、2017年4月、現在、岐阜市、コミュニティバスは、全路線日本タクシーの運行となっている。かつては、名鉄グループに、名古屋三菱不桑自動車販売があったことから、 コミュニティバス関係を除いて、路線バスは長らく三菱不走性に統一されてきたが、岐阜市営バスからの路線譲渡に合わせて、伊子図と日産ディーゼルの両車製の車両が登場した。岐阜市営バスからの伊子図製路線バス移籍に伴い、数十年ぶりに川崎重工系車体が復活し、さらに2005年には、岐阜バスでは初となる。 AT 社の日野製大型ノンステップバスが、岐阜西営業所に配置され、一時期4メーカーが導入されていた。その後岐阜市営バスからの移籍者は経年によって、全車廃車され、現在は、三菱、日野のみで運行されている。また岐阜西営業所、柿ヶ製営業所には、日野のハイブリッドノンステップ車がそれぞれ配置されている。観光バスよび高速バスは、 路線バスと同じく現在ほとんどが三菱不走製だが、系列の火曜自動車工業が輸入代理店であったことから、一時期はベルギーのバンホール車製のバスを大量に保有し、中型車は一般路線でも運行していた。また、ごく一部にベンツ製が存在した。2006年以降、観光バスでは、日野セレガも増備されている。 路線バスは2005年の新車より、名鉄グループ統一仕様となったため、塗装は、新グループ共通色を採用している。岐阜バスの場合は、側面に細い金帯が塗られ、前面と後面にも金帯がある車両も存在する。主な車両は公式 HP で閲覧可能。2010年2月27日の岐阜新聞において、2010年度に、 連接バス2大導入の予定と報道された。事前協議が不十分な状態での導入表明について一部岐阜市議会議員から異論もあったものの、同年3月24日の岐阜市議会総務委員会において可決され、連接バス導入が決定した。導入される車両は日本ではすでに神奈川中央交通や京成バスにおいて導入実績のある メルセデス・ベンツ・スター・ロッジーで、今回は2台導入され、当該車両は日本においては、関東地方以外で、初の導入事例となる。車両愛称は、長良川にちなんだ、清流ライナーと命名され、2011年3月27日に、出発式が行われた。岐阜大学、病院船の直行便で運用される。2011年10月1日のダイヤ改正で、 西野町、北高前、正木マーサ前に新たに停車する急行便が設定された。また2012年8月5日から10月28日まで交通社会実験として整流ライナー市内ループ線に投入された。整流ライナー市内ループ線は社会実験終了後の11月3日より土、日宿日の運行に切り替わった。 ギフバスは2015年3月28日にイメージキャラクター、あゆかちゃんの着ぐるみを発表した。ギフバスの女性運転手という設定で、ショートカットにレンゲの花の髪飾りがトレードマーク。着ぐるみでは運転手の制服性棒姿だが、車内広告やポスター等では季節に応じて、水着や着物姿など様々な衣装を披露している。あゆかは三姉妹の二番目であり、 他に、ロングヘアで、事務員の姉、アユナと、ボブカットで、バスガイドの妹、あゆりが存在し、ギフバス公式の3姉妹ラインスタンプが、販売されている。ありがとうございます。